ちら、竹村です。今日は朝から全然ろくなことがなくて、朝実は家に着くといきなりおとはんに、僕兄ちゃんと呼ばれてるんですけど、兄ちゃんドアが開かないんだよ、開かないんだよって、関東の人なんで、なので関東弁なんですけれども、ドアが開かないんだよ、開かないんだよって、ほんだら隣マンション建ててちょっと歪んでるんですね。なのでそれの影響でちょっとドアが歪んじゃって開かなくなったんですね。でそれでもう朝からドア壊る。ノブを外したんですけど、重みでドアの格好、引っかかりあるじゃないですか。あれがこう、押さえつけられとって、それが取れなかったんですよ。だから、なんとかそれを取り除く作業してって、今ほんで、それ取れて、ドアノブつけて、それ終わって、今度は娘が、ハムスターの餌買ってきてくれ、言うて、ハムスターの餌買ってきて、みたいな。やっ自分が休憩できる時間ができたので、今日の動画のついでにローソン、新しくできたローソンにデカトリササミでしたっけ、忘れたんですけど、ちょっとなんかでかいササミの焼き鳥売ってるんで、ちょっと一緒に買いに行ってみますんで、一緒に見てください。もう今日ね、ほんまもう朝からドア開かない言うて、ほんで一応隣にも言いに行ったんですけども、うち関係ない言って、もし文句あんねやったら弁護士入れてくれっていう、なんかもうそんなそっけない話やったから、もうええわ思って、もうそんな気分悪いこと言われるんやったらもう自分で修理したら思って修理したるわって言ったんですけど、結構ぐちゃぐちゃになってしまって、ドアのところが。でも鍵屋さんとかに頼んだらめっちゃ高いですもんね、ああいうの修理は。今日行くところは弁天埠頭の方です。関西汽船があるところらへんで、駐車場めっちゃでかいローソンできたんですよ。でそこに行ってみようと思います。ごめんなさい。そろそろ夏休みで、明日ぐらいから夏祭りですね。うちの家の近くも三社神社っていうところの祭りが有名で、たくさん人が訪れるんですけれども、そう、今日ドアノブずっと補修やってて、手の皮むけちゃいまして、ちょっと痛いんですよ。だから変な運転の仕方になってると思うんですけど、すいません。三社神社っていうところのお祭りがすごい明日からなんですけど有名で、人がたくさん来るから、最近なんか規制が入っちゃったんですかね。確か夜の10時ぐらいでお店が終わっちゃうみたいな、ちょっと残念な結果になっちゃいまして、いつも11時ぐらいから行ってなんか買い食いしながらビール飲むのが楽しみやったんですけど、もうそんな早いこと終わっちゃうんやったら、なかなかもう行く、こうなんていうの、行く気がしないみたいな感じになっちゃいます。しかし栗本建設にはもうほんまむちゃくちゃされましたね。車でもそうなんですけど、うち関係ない言って、散々揉めて、でそこの保険呼んできたら、うちのうちが原因です言って、ほんで一言も謝罪の言葉なかったですね。ほんでまたこの扉のことで言ったら、うち違う、もう弁護士でも何でも呼んできてくださいみたいな。栗本建設がもうほんま隣に来たら、ほんまもう気をつけてくださいね。栗本建設が隣で家建てるって言ったら、もう全部写真撮って、もうありとあらゆるところ写真撮っとかないと、すごいひどい仕打ちになっちゃいますみたいな。Thank you.
い人だった何人からはっていう人、なんか顔が東南アジア系ですごい背がスラッと高くて、髪の毛金髪で服ピンクでみたいな、すごいなと思って。あ、今日外気温37度、夕方の4時なんですけど外気温37度あるんですが、クーラーめっちゃよく効きます。これ買った時はもう外気温33度超えたらローにしてもぬるい風しか出てこなくて、で、この間863にワコーズのエアコンパワープラスめっちゃ効くよって言われて入れてもらったら、もう絶好調ですね。エアコンだんだん寒くなってくる感じです。あともう少しで、着きます。あの左に曲がったら海のとこに出る場所ですね。あと信号 1,2,3 3つ目ぐらいですかね。ここはあのたこ焼き屋さんがあるあの道路です。ばっかり言うとったらダメなんですけどね。ちょっと次の交差点左曲がったら引っ張ってみましょうか。少しでローソンです。右手にあるんですけど、ここがこの間できたばっかりの割とでかいローソンさん。元々何やったのかなみたいな。ほらアスファルト綺麗でしょ。じゃあ駐車場も割に駐車スペースが狭いみたいな。あ、ここでいいや。じゃあちょっと焼き鳥買いに行ってきます。でかささみアスパラ固まりました。じゃあちょっと海のとこ行って食レポしてみたいと思います。さあ、いつもの海のところに到着いたしました。暑すぎるのでちょっと車の中ですいませんレビューさせてください。これがローソンさんの新商品、ささみアスパラっていうやつなんですけど、ガラスケースの中探したらなくて、普通にあのガラスケースの前の陳列棚ですよね。棚にポロンってあの置いてあるみたいな感じでね、温めてもらってみたいな。でお値段の方は256円日本で、安っちゃ安いっすよねこれはちょっと車の中で食べるのはちょっと危険すぎますよね。なんか油がめっちゃ落ちてきそうですごいいい香り。それではお味の方チェックさせていただきたいと思います。釣りささみですね。ささみにほんのりあの塩味まぶしてるみたいな感じで、ほんでアスパラがいいアクセントになっていて、そんなにしつこくなくてがっつりささみ食べられるみたいな感じでめっちゃ美味しいです。すいません。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。